「日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト」今日は「物欲について」はい今日も始まりました「日本語コンテペイの時間ですね。よろしくお願いします。このポッドキャストはですね 20分ぐらいの時間ですねそんなに長くない時間ですね。まあでも短すぎず。ね、短すぎず他のポッドキャストで1分とか2分とかあるでしょ ?1 分とか2分とか。短いですよ、ね。そんなに短いと大したことが話せない、ね。まあもちろん20分あっても僕みたいに大したことを話さない人もいます。<laughs> はいちょっと笑ってしまいましたね。自分で言って えー、まあ内容はねなくてもいいようね内容がないようっていうねまたダジャレですけど内容がなくてもいいんじゃないの、ね、大事なのはこうやって自然な日本語をたくさん聞くことです、ね、自然な日本語がたくさん聞けるポッドキャストは意外とないほ、ねえー、他の人がやっていないことをやるこれが大事ですねうん。 そうですか皆さん他の人がやっ,ていないこやっていないことをするのが好きですか、ね、例えば何かな例えば仕事中に寝たりね <laughs> それダメですただ単にダメな人ですよねあとは何他の人がやってないことをやるうん <laughs> あと他の人が持っていないものを持つそういうの好きですか例えば え限定のね限定というのはこうリミティッドですね限定の,あのモデルのスニーカーを買ったりねまあ僕があの子供子供というかあのティーンエイジャーの時にはですねえ思春期ティーンエージーー若い時ね中学生高校生ぐらいの時日本語だとあんまりこう思春期の時とかティーンエイジャーの時っていうよりは。 中学校か高校生ぐらいの時っていう言い方をしますね。それが一番多分自然です。はい。まあ僕が中学校か高校生ぐらいの時ってね、すごい自然に聞こえます。ね。やっぱり日本語学習者の方はみんなね、僕がティーンエイジャーの時とか、まあティンネーンまあちょっと英語ですからね、やっぱりティーンエイジャーってね。あとは僕がティーンの時とかそれ、それちょっと変ですね、日本語だと。ね。あと僕が、 若かった時とかいうのもちょっとなんかうんなんかちょっと変ちょっとあの年年の場合はいいですよものすごいね今今80歳ぐらいの人が「あ私が僕がね若かった時は」っていうのは別にいいです、ね、でも30代40代ぐらいで僕が若かった時っていうのはちょっとまだ早いかなうんまあ僕が学生の時はっていう言い方もありますね僕が学生の時は。 でも学生ってあの小学生も大学生も入るんでちょっと分かりづらいねどれぐらいの学生ねあと普通日本語で僕が学生の時には結構大学生の意味で使ってる人がが多い気がします、うん、なぜかというと学生というのは大学生まででその後日本では社会人っていうんですねこれ英語ではあんまり言わない言い方ですよね社会人はい。 社会人というのは普通のサラリーマン普通の会社員もしくはフリーランスでもいいですよとにかく自分でお金を稼いでいる人自分でね働いている人そういう人のことを社会人と言いますなのでよく俗に言うニートとかそういう人は社会人とは言わないなので仕事をしているということが大事ですね仕事をしているそういう人は社会人と言いますで社会人かか学生かこれは 対比として、ね、よく使われます、ねえー、違いますね学生と社会人とね学生の時は楽しかったでも社会人になると、えー、いろいろね社会の大変さが分かったとかねお金を稼ぐことの大変さが分かった、まあ、そういう風に使います学生の時は僕は全然あのそんなに考えてなかったんですけど社会人になって、えーねえー、いろいろな、えー、ニュースとかに興味を持ち始めましたとかね なんで社会人日本,日本語だと学生というと普通ね大学生のことを指している場合が多いです。はい、もちろんね人によっては自分がね学生の時はって言って「いや俺中学校の中学生の意味で使っていたよ」ねそういう人もいるでしょう、ね。なので言葉というのはもうその人がどういうインテンションですねどういう、えー、意図を持って、ね、どういう気持ちでねどういう,う何を伝えたいか。ね それによって使い分けるので、まあ、本来のね意味本当にその人がどの意味を指しているかこれは結構わからないです人によって違いますからね。でも普通学生というと大学生のことを指していることが多い、ね、そういう、えー、一つの意見ですね。はい、えー、だから学生の時はですね僕は学生の時だから大学生の時とか、またあとは中学校。 高校生の時、若い時は結構そういうね、スニーカー、誰も履いていないスニーカーとか、はい。誰も持っていない、誰もっていうのが周りの友達でですね、誰もね、周りの友達で誰も持っていない、えー、洋服、ね、服を買ったり、あとは、何、ギターを買ったりね、えー、ゲームを買ったりね、他の人が持っていないゲームを買ったりね。だからそういう、そういう、 他の人とは違うものが欲しいとかねそういうのありますよねはいでももうねもうそういうのってだんだんなくなっていくんですかねはいこれが今日のテーマですテーマ「物欲」について「物欲」これ「物欲」って日本語だとよく使うんですね本当によく使う特に、えー、昨今のですね <laughs> 昨今ね昨今というのは最近の あ最近っていう意味ですね,昨今,ね昨今のね <laughs> 最近のその断捨離ブーム、まあ、最近でもないのはもう,もう何年も何年も続いてますよね断捨離断捨離というのは物を捨てるね、物を捨てるも、えー、をね減らしてシンプルに生きる、ね、ミニマムに生きる、ね、そういう、まあ、一つのムーブメントですね一つの、うんまあ、流行り。 ですね、流行りまあ実は流行りといってもこれはねあの、まあ、仏教とかにつながっていてあのアジアではですね、まあ、あと日本ではですねそういう物、まあ、欲というのはあんまりよくないと、まあ、そういう教えがあるので、まあ、たくさんねものを持ってっていう文化じゃないんですねもともと日本というのはねもともとシンプルに生きるっていうの,をあの、まあ、がいいシンプルに生きた方がいいっていうねそういうまあ もともとの文化がそうですからあとはシンプルなものがね美しい例えば日本庭園ねトラディショナルジャパニーズガーデンみたいなね日本庭園もやっぱり何もないんですよ何もないというかその他の、ね、国の,あの庭園、ね、他の国のガーデンですね庭に比べると庭っていうかそういうまあそういう あのガーデニングしているようなね例えばイギリスとかもっとこう華やかですよねまあよく言えば華やか悪く言えばごちゃごちゃしている。で日本の美しさ日本の様の式美、ね、日本の様式美というのは美しさのスタイルですよね、えー、日本の様式美というのはまあシンプルで、ね、ミニマムででまあほとんど何もな,ない何もないというものを何かこう美しいと思う。 こういういちょっと切な切な切な自分で言ってる意味が分かんないね切ない感じ何か何もないその一つの到達点一つのそのもう本当極め極めたものはなんかこうシンプルになっていくんですよね日本だとあのそれが美しいとそう感じる人が多いで実際僕ももシンプルなもの 何もない場所、それに美しさを感じてしまうんですよね。なんかこうまあ、言ってみればゴージャスなね。うん。まあ、例えばゴシック形式とかありますよね。ヨーロッパだとまあ、あと桜田ファミリアとかもね。あれ、美しいです。確かにでもね。あのー、やっぱり感じ方が違うので、僕は正直ですね。そう、美しい。美しいなとは思ってもあのー。 まあ心がねこうしんとこう研ぎ澄まされていくあの感じは僕は正直やっぱないんですねああいう建物の中にいるともちろんあのクリスチャンのね人たちにとっては全然その感じ方が違うしあと文化も違うしあのここでね生まれ育ったクリスチャンの人たちがサクラダ・ファミリアのね中に行くとまあすごくね神聖なエネルギーを感じるかもしれない僕も感じました僕も感じました。 ただですね,ただですねその時に日本の,あのお寺とかそういう場所にある、まあ、日本庭園だったり、まあ、神社とかありますよねあのに、まあ、例えば日本あの、えー、東京でですね東京で行けるところが、えー、っと原宿の <laughs> 名前明治神宮明治神宮行ってみてください。明治神宮行けばわかると思います。 原宿駅から降りてすぐね表参道からも行きますね東京ではい明治神宮ね明治シュラインね明治神宮行って見てくださいあの途中にね本当に何もないあの庭みたいなとことかあるんですよね本当に何もないただ広い広いんですよばっと何にもないあのね美しさこれはやっぱり違うなと思いましたね違ううというのはそのヨーロッパの ヨーロッパ人の求める美しさとやっぱり日本人の求める美しさは違うんだな。それでまあ、中国とか韓国でもあんまりねないんですよね。この日本のあのシンプリシティねあの簡潔さであんまりなくてこれはね僕はちょっと一つのねやっぱり面白さだと思いますね。日本独特の面白さ、日本独特の美しさこれはやっぱりシンプルなものねにあるわけです。あ漠然思うにね。 はい、で「物欲」「物欲」っていうのが英語であるかどうかちょっと調べてみたんですけどなんかねなんかちょっと違いますね例えば、まあ、ここに例として「I can't control I cannot control my material desires」とか「マテリアルデザイアル」そんなの誰も言わないでしょ?マ「マテリアルデザイアルズ」「デザイアルズ」これを物欲まあその通りですけど あの実際ね英語ではあんまり皆さん使わないんじゃないですかまあもっと使う言い方が I can't help buying you know, things I can't help I cannot help buying things まあクローズとかねえコスメティックスまあなん何,何入れてもいいでしょうけど I can't help これはまあよく使うんでしょうが、まあ、日本人が使うねまあだからマテリアルデザイアルですね物欲これは本当によく使います本当によく使う日本人だったらもう使いますあの使うしよく聞きます物欲がね物欲が強いとか物欲がすごいとかえーまあ、日本語として正しいかどうかを置いておいて、えー、実際多くの人が使います ね、最近物欲がすごくてっていうのは自分が物が欲しいっていう気持ちがすごい大,大きいんですよね。えー、物欲がないねあの人は物欲がないねうちのお父さんは物欲が全然なくてもうね買い物に興味がないんですよとかねまあそういうふうに物欲というのを使います物欲というのは本当,本当にねショッピングが好きかどうかこれは分かりやすいショッピングが好きかどうかね。 でですね僕はですね実は実はというか、まあ、僕はあのー、まあまあ自分の中でこう流れがありますよね流れが。例えばものすごく物欲が強い時いろいろね物を買いたい時そ,その年まあ1年とかねでそうじゃない時ねまた1年とかもうそれ以上ねそうじゃない全然ね物に興味がない時これがね 交互にやってくるんで,すよでまあまあいろいろタイミングはあるんですけどまあ今,今は正直ですね物欲はないんですよ。物欲はない。全然ない。じゃあいいじゃないかと。ね、皆さんいいじゃないかと思うかもしれない。まあ確かにいいです。ね、いいです。でもねワクワクもしないですよね。欲しいものがないっていうのはね。何を見ても 欲しいと思わないんで、なんかね、やる気がない感じになっちゃうんですよね。まあ、もしくはやる気がないから物欲がないのか。うーんまあ、しょうがないですよね。というのは、最近ね、ずっとその、まあ、このシンプルに生きる。ねそういう本をたくさん読んで聞いてしてるので、ちょっとね、当たり前ですよね。自分で自分はそういうふうに。 あの持って行こうとしてますからねやっぱり物に囲まれて暮らすというのは疲れますまあ物の量にもよりますけどあの僕みたいに子供がいるととにかくね子供のおもちゃが多いんですね子供のおもちゃでも子供にとっておもちゃというのは本当に大事でしかも彼にとってはすごいね大事なものなんですよだからそれを捨てようとも思わないしでも 逆にね自分のものはね全然興味がなくなくくっていくんですよね例えばやっぱり僕が学生の時ねまた出ました学生の時これは大学生の意味で僕は使ってますね今僕が学生の時は結構コレクターでですね、えー、いろいろ物を集める癖があってまあ音楽 CD ですね当時はまだ CDCD、ね、CD をたくさん買ってあと、えー、ビニールレコード ね、レコードですね日本語でレコードっていうと、えー、英語だとバイナルねバイナルですよね、えー、レコードをたくさん買って、えー、ギターをギター、まあ、そんなにたくさん持ってないですよでも3本とか4本とかねギターを買ってあとまあ音楽ですねあといろいろなインストゥルメントですねいろいろな楽器を買って例えば 例えばヒップホップをね作るときに使うえっと赤い赤いですよねあれ赤いですよねのサンプラねサンプラですねドッツドッタドッタみたいなこうボンって押せばドンッと音がドッドッドッドウィーンドウィーンドウィーンみたいなそんなんじゃないかあとシンセサイザーも買いましたねモーグ ね、ーグモ,ーグモーグですよね。の,あの声をね変えるようなあのボイスチェンジャーボイスチェンジャーじゃないな何て言うのかなあれもついてますねだからダフトパンクみたいなねワンモータイムみたいなねこう言えるようにまあ実際でもそんな曲は作ってなかったですね、えー、あとはいろいろですよいろあとは世界のね不思議な楽器たち、ね、オーストラリアの ディとにかくねとにかくあの必要なもの,あ,のあんまり必要じゃなかったかもしれないものをねそういうものをたくさん集めてね部屋の中にはあと雑誌雑誌もたくさんありましたね音楽雑誌、ね、あとはアート、ね、アート系のねなんか雑誌ね実際あんまり興味ないんですよねなんかいっぱい読んでましたね、うん、まあ興味ないというのは今今,今あんまりね ちょっとそういう時期じゃないですからまあこれもありますね今そのそういうものの興味が変わってきますよねだんだんね、はい、でも多分来年とかになったらアートアートとか言ってるかもしれないのでね、えー、人間矛盾があります矛盾がありまますすみんな矛盾を、ね、抱えてて生きています、まあ、とにかく僕は学生の時はたくさんものを集めるたくさんものを買う、ね、そしてたくさんアルバイトをして またたお金を、ね、たくさん使う、まあそういう生活にいたんですが今はですねなんかものよりやっぱり時間とかの方が大事かなと思うんですね物より。例えば僕が嬉しいのはあのプレゼントをもらうよりもあのレストランとかでね食事をご馳走してくれるそっちの方が全然嬉しいですね今は。なんかかシャツとかね うん、なんかセーターとか T シャツとかをもらってももう,もうあのたくさん持ってるので T シャツも、も T シャツ何枚あるの僕、多分 T シャツ30枚以上あるんですけどもういらないですよね。ねなんで30枚も T シャツあるのって思うんでしょうけどそれはね、ねなんかあのこっちにスペインに引っ越してきて最初いっぱい買っちゃったんですよねなんか必要と思ってね、うん、でも買いすぎだろう、ね、買いすぎました。なので今あんまりね いらない。だから物をもらうよりは、そうやって食事をねご馳走してもらったり、あと時間をね時間を一緒に過ごしたり、そっちの方が全然嬉しいし意味があるような気がしてきたんですね。皆さんはどうですか？皆さんは物欲が強いですか？物欲がすごいですか？たくさん物を買いたいですか？物を買うことによって幸せを感じますか？物がある物に囲まれて暮らしてる暮らしていると嬉しいですか？ それとも僕みたいに物を減らそうと、ね、努力してますか物が少ない方がよりあ質の高い時間を過ごせる、ね、そういうふうに僕は、ね、物欲はないといってもその物が嫌いなわけではないんですでも、ね、例えば30枚も T シャツがあると自分が好きな T シャツをたくさん着ることができないんですね。 まあもしくは自分が好きな T シャツは結局たくさん着るんで他の T シャツいらないんですよね。なんかたくさんものを持つというのは体が一つしかないし時間も限られているのであんまりね意味がないんですよね結局だからたくさんのものを少しずつまあ例えば CD だったらねたくさんのものを少しずつ聞くんだったらもしくはほとんど聞けないんだったら10枚ぐらいある CD をね大事に聞いた方がいいんじゃないのかという。 まあそういう一つのね、サジェスチョンでもあります。それでは、皆さん、またチャウチャウアスタルエ語。